司令員、ナイエスに出撃命令。レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため、速やかな対処が望まれる。司令部より連絡。警戒レベルが4に上昇しました。繰り返します。警戒レベルが4に上昇しました。メンテナンス中の機体は速やかに再起動状態に移行してください。電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。大丈夫？いや、命中してよかった。俺は全部全部破壊してやる。なんでまだ動けるんだ。推測、エイサーバーの残存データに。結局全部倒すまで続くってことか。私たちは
誰かここに僕の穴を塞いで。あの機械、何をグズグズと喋ってるんだ。王国、敵の過去記憶の流出に。Yeah.
歌を歌う。捧げる。今僕たちは機械生命体。僕たちは機械生命体。君たちはアンドロイド。君たちはアンドロイド。私たちは敵の星。戦う人間。君はなぜ生命するのか。僕はなぜ存在するのか。光が見える光が。僕たちは空に飛ぶんだ。
この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー。その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たち。うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。トゥービーは苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。本当は気づいていたんだろう、ナインエス。うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。私たちアンドロイドは主たる人類を守るように作られている。その基礎プログラムが私たちの心を。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。じゃあ壊すだけだよ。全部なくなってしまえばいいんだ。
トゥビすべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けている。だがその輪廻の中であがくことが生きるという意味なのだ。私たちはそう思う。ポット1号さんから042へ。調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしいとは？自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポット042に疑問を提示する。データサルベージは過去の記憶を全て復元したのか？そうだ。この回収パーツ群も以前のパーツと同じ仕様か？そうだ。では再び同じ結末を招くのではないか？その可能性は否定できない。だが違う未来の可能性も存在する。未来は与えられるものではなく獲得するものだから。